一人で家の中で孤独を感じている方に一番届けたいですね。孤独な方、家で体力が落ちてきている方に届くようなアプローチをやっていくっていうのが今僕が全力で頑張りたいことなんです。そのために頭がちぎれるほど考えて、うまくいくかいかないかっていうのは置いておいて、一回行動してみる。それをスピード感を持ってやっていきたいんですよね。一人で運動って結構大変なんですよね。隣の人もやってたら自分もやろうって思ったりとか、一人で頑張るのは辛いんだけど、隣の人も目の前の人も頑張ってたら自分も頑張ろうと思うんですよね。この差って結構大きくて、自分だけの、自分の体と心だけのつながりだと結構限界があるんですよね。でも社会の扉を開けて、どこでもドアみたいに開けて、隣の人もやってたら社会とのつながりも実感して、そしたら動いてくれるんですよね。そこが僕今一番可能性を感じているところで、一番頑張りたいところでもあるんですよね。社会とのつながりを断たれてしまって、で家の中で体力が落ちてきてしまったりとか、特に年配の方たちっていうのは、僕たちの世代の1ヶ月2ヶ月と違うんですよね。脳だって萎縮してしまったりとか、地方が進んでしまったりとか、そうならないためにもやっぱり誰かが扉を開けてあげないといけないんですよね。それは向こうから開けることがなかなか難しいから、こちらからいろいろと扉を開けに行ってあげないといけないから、その開け方も分かんないんですけど、だからいろいろとチラシ配るのか訪問するのか、誰かに紹介してもらうのか分からないですけど、今一人で暗闇でなんか不安を感じてたりとか寂しさを感じてる方たちに一番アヘアホの扉を開けていただきたいです。はい、それでは始めていきます。よろしくお願いします。改めましてアヘアホ体操の下野と言います。よろしくお願いします。一緒に行きますよ。高橋さん行きますよ。ゴンさん行きますよ。せーの、アヘアホ。声を出すのも腹筋なんですね。そしてお腹をへこませるのも腹筋。